ざわわざわわざわわ森山良国です。ポパイビアクラブって書いてますよ。ビール？ちょっとなんかおすすめのビールなんかありますでしょうか。はい、じゃあ面白い、よろしいですか。はい、面白いです。じゃあどうぞお待ちどうさまです。わー、綺麗なラガービールですね。ラガービール、いや、いい色だな本当に。あ、もう全然違う色が。全然違います。え、アメリカンペール、いただきます。全然違う、うん、もうやっぱりもう単純に濃い、そうですね、濃くなりますね、味わいが、はい、うわー、これうまいなこれ美味しいです、美味しいですね。ちょっとウイスキー飲んでるような気持ちにもなるようなね。そう、ウイスキーも同じモルトで作ってますから特徴は出てます、ね、かっこいい、このビールかっこいい、ありがとうございます。これかっこいい、これこれちょっといいですか。あ、うん、それが最近流行りのイングラン、ニューイングランド、ニューイングランドスタイル IPA ですね。いきます。あ、なるほど、フルーティーです。フルーティーです。これ本当そうです。そ、著名人の方とか有名人の方来たことある。そうですね、結構いらしていただきますけど、はい、あのマイケル・ジャクソンが来たことあります。It's bad. 待ってください。マイケルが、マイケルが来たんです。ザ・グレート・ジビール・パブって言ってくれました、ポパイのことを。ザ・グレート・ジビール・パブ。いや、でもそういう感じの喋り方じゃなかったです。え？あの、ここに写真があるんですよ。この人がマイケル・ジャクソンです。ん？誰かしら？これアルアンコミックじゃないの？あれ、イート・イットのマイケル・ジャクソンですね。ビールとかウイスキーの評論家ですごい有名な方で、マイケル・ジャクソン、僕らにとっては神様みたいな存在の人です。まあ、キング・オブ・ホップ。キング・オブ・ホップ。そうですね。それ、あの、なんかで使われたことありますよ。すいません。それ、なんか。キング・オブ・ホップ。ジョニオのブラブラショーは、次回は両国です。まあ、とにかくびっくりした靴屋がありましたよ。何これ。そしてまたまたもっとびっくりするあの洋服店。そして最後はビールね。ビールでまさかのキングオブホップ。うわー、これうまいなこれ美味しい、美味しいですね。皆さんご覧ください。